どうも、タンジバーさんです。いつも見ていただいてありがとうございます。ね、今回はですね、いいものレビューということで、お送りさせていただきます。いろいろね、いいものレビューをちょっとね、僕は何気にやってるんですよね。なんかもう自分が使っていいものという感じで。ね、ね、そんないやらしい、この、ね、おすすめしおすすめの、いいものレビューではありませんので、ね、僕が使用して、あ、これはいいよと、これ欲しかったから買ったよみたいなのをやってますからね。皆さんご安心ください。それでですね、今日はですね、皆さんに、いいものレビューの商品をご紹介します。こちら、じゃ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 ーん。はい。こちらですね、ビーストグリップと健康のコラボでできた、なんと 0.75 ワイドレンズでございます。プロシーズンということで、前回もね、僕これワイコンをつけるみたいなことをやってたんですけども、それがね、こちらの RX0 ね。ちなみに今僕は RX02 で録画してますんで、こちらね、1の方をちょっとね、お見せしながらやっていきたいと思います。まあ、どちらでもつけることができますんで、皆さんにご紹介していきたいと思うんですけども、前回ですね、僕がつけていた、ワイコン、ね、ビーストグリップか。ビーストグリップの会社が出しているものなんですけども、それはですね、こちらのね、はい。じゃじゃーん。はい、こちらが、0.47 なんです、ワイドの感じがね。で、これね、いろいろちょっと、やってみた結果、最近になってこちらがバージョンアップして、ズーム機能がついたんですね。だから、そのズーム機能がついたことによって、ちょっと蹴られが消せたんですよ。あ、だからこれがベストマッチングだなと思いまして、こちらをね、皆さんおすすめしてたんですけど、まあ、僕もですね、やっぱバージョンアップを自分で頑張ってやってますから、よりいいものを見つけなきゃいけないということで、今回ですね、こちらのワイドレンズ、しかも0.75 ですからね、だいぶワイドになりましたよ、これ。やばいよね。さあ、ちょっとそんなね、ワイドレンズ開けてみたいと思います。それで、今日はね、つけるとこまでやりたいと思います。さあ、じゃ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 ーん。はい。お、ちょっとね、ちゃんとケースがついてますよ。ケースっていうか袋がね。さあ、こちらです。あ、ちょっとでかいね。さあ、こちらでございます。はいー。じゃじゃーん。でかーいー。さあ、これもね、外せるんで、はい。はい。それでですね、これは今回、なんとこちらがですね、まあ、同じ、あ、こっちの方がでかいのか。あ、いいんで。そう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 。これね、37mm かな。37ミリになってます。はい。まあ、通常のね、この元と一緒です。元と一緒ですね。37ミリ。ね。そうなんです。この37ミリが一緒なんで、このまま、例えばですね、こちらのレンズ。一応これ ND フィルター入ってるんですよ。まあそれがつくことができるんで、で、そのまま、こちらの、付属というかね、オプションで付けられる 30.5 をはめられるものにはめれば OK と。いうことで、そうすると蹴られません。素晴らしいことに。その代わりですね、ちょっと僕も今こちらのね ND フィルターをかましてやってみたんですけど、それだと若干ちょっとね蹴られてしまうので、ギリ蹴られないという形であれば、その何もない状態でつけると蹴れることはありません。なので僕はですね、こちらの、はい、これ健康さんのね、これをつけて、さらにこいつをつけて、つければ完璧です。なので、ちょっとね、これで、そうですよ、これで完璧ですよ。はい、これつけて、これにつけたいと思いますけどもね。そうすると完璧な、ワイドになります。すごいですね。これで、
結構いい感じに広がった映像が、撮れるようになりますんで、ちょっとこれね、乞うご期待です。ではちょっとそれでちょっと組みたいと思いますんで、これから、こちらと RX0 組み合わせてみたいと思います。さあ皆さん、これ取り付けていきたいと思いますけど、これね、RX01 でございます。それで、こちらが、付属のですね、はい、これを取り付けます。で、これを外してみましょう。これをね、外しまして、はい、そしたらこちらつけまーす。よいしょ。これも、はい、つけることができました。はい、そしたらですね、こちらの、30.5 から37に変更するじゃあね、やつをつけます。タタタタンとね、はい、はい、そしたらこちらのワイドレンズをつけますよ。ほら、見てください。じゃんじゃんじゃんと。じゃーん。はい。つきましたー。さあ、だいぶヘビーヘビーですけどね。重くなりましたけど。ちょっとですね、これ、がっちりいい感じになったんで、ちょっとね、見てみましょうかね。はい。これね。ほら、蹴られてないでしょ？ね、だいぶワイドじゃない？これ。見てください、ほら。まぁ、ちょっとわかんないから、ちょっと。これを外してみよう。外すと、よいしょ。はい、皆さん、こんな感じね。外すと、で、つけると、ほら、結構ワイドになったでしょ。ちょっとじゃあこれ録画するんでね、その映像を差し込みましょう。ね。はい。では、そんな感じで取り付くことができました。はい、ワイドレンズをつけた状態でやってますね。はい。じゃあこれ外してみましょうか。じゃんじゃーんと。よいしょ。外しますよ。はい、どうでしょうか。ほら、全然違うでしょ。ほら、
このほら、両サイド2個分、ね。ほら、見えますね。この、ドローンの枠があるんですけど、この枠分が、うまくこう開いてますね。ここね、こことここが開いてます。はい。これを外すと、ほら、ちょっと狭くなったでしょ。この分ちょっとワイドになりますんで、いい感じになると思います。しかも、前回はズームアップしなきゃいけなかったんですが、見てください。ほら、蹴られてないでしょ？全然蹴られてないね、この辺ね。ほら、角見てください。手で覆っても、これね、蹴られてません。でちなみに、前のつけてみましょう。前のをつけてみますよ。はい。さあ、前のをつけてみます。じゃじゃーん。ほら、もうはめた時点で、蹴られてしまいます。ズームにして、蹴られをなくしてました。ね。ただ、それちょっとやっぱ湾曲になっちゃうんですね。はい。そうなんです。それで、はい、これをつけますと、ほら見てください、いい感じに歪んでないですよね。はい、てな感じでございますね。はい、皆さんどうでしょうか。こちらね、だいぶいいでしょうね。ちょっと今ね、映像を見ていただいたと思うんですけれども、ワイドレンズに変えて、前まではね、ちょっと歪みというか、こう、あったんですけど、これ歪みがない、あまり。すごく綺麗にワイドになってくれてるんで、これは非常にいいな、ということで、バッチリだと思います。あと ND フィルターをつけてしまうと、多少蹴られるんで、それはちょっとワイドにしないといけない。まあ、だから、用途ですね。用途にこう、どうするか。選んでやるしかないんですけども、あのでもね、今んとここれが 0.75 なんで、だいぶワイドで、こちらの RX0 を、ワイド化するのにはもってこいの、ワイドレンズだと思います。これいいね、バッチリよ、うん、なのでぜひね、おすすめでございます。ちょっとね、これほんとこれが最終進化かなとは思ってるんですけども、RX02 にもつけてみたいと思います。はい、 4K 動画対応でございますからね、結構やっぱレンズとしてはかなりいいレンズです。そしてかなり重くなります。さあ、重さの方もね、後で、記載しておきますけども、結構重いです。はい、まあこんな感じで、皆さん、ぜひこちらのワイコンつけてみてください。以上、谷プラさんでした。バイバイ。いや、これはだいぶいいよ。やばいね。ちょっとこれ、RX02 につけてやったらもう多分いい絵が撮れちゃうんじゃないかと思ってますね。はい。ぜひ皆さん、やってみてね。ゲットして、つけてみてね。かな。はい。ありがとうございました。